勝成のエキスパートゴールフ <it>、はい、こちらではバンカー越えのアプローチなんですが必ずバンカーを越えたいというところで。はい、で越えたいっていうことは球を上げたいですね。上げたいですね。上げたいっていう時は56とか5850度はちょっとなかなかね使えないですあの転がりが多いからね。そうするとこの サンドウェッジ58-56ていうのは俗に言うサンドウェッジってやつですねそれは必ずフェースの真ん中には絶対に直接当たる道具じゃないということを先に覚えるんです、はい、この芯には絶対当たらないんです必ずこうボールがずり上がっていくんですうんそういう道具なんです絶対にセンターに先に当たらないということを覚えてください、うん、そして球を上げるというのはショートアイアンで上げるということはインサイドアウトでは 絶対上がんないです。はこう。これがピン方向です。ピン方向に対して左向いて右っていうことは？バックスイングで方向に対してインサイドに来ますね。はい、それ、インサイドアウトっていうのは？最下点がだいたい30センチぐらい。後ろにヘッドが来るんです。それから上がっていくヘッドが上がっていく時にアップ俗に言うアッパーです。アッパーでやるとトップ。 そうですじゃあなぜどういう風にするのそうすると上から下ですだからどっちかというと上げるということはこれが P 方向ですピン方向に正確に引いて引き戻すかもしくはピン方向あの今このピン方向ありますねそれよりも左に振ってって上げることです外に上げてはい外に上げてこっち、うんはい、どっちかです で外に上げてこうやってやると上がりすぎて距離感というのがすごく難しくなってくるんですですから何をするかというとこの目線ですこの目線を必ずターゲットに対して平行に置くということなんですここがすごく大事です絶対右肩を下げないでください右肩を下げるとボールの右に目が行きます頭もボールの後ろに行きますだから顔のあるところに最下点が来て ハーフトップということですで必ず目線をまっすぐそうするとスタンスもどうですか体もどうですかこういうふうに歪めることができないんですまっすぐですまっすぐすることが大事ですそしてさっきも言ったようにサンドウェッジ5856はフェースの向いている方向にはいきません。だから フェイスを置いた状態そうするとちょっと右向きますけど右向いても絶対に右はいかないです必ず振っていく方向振っていく方向に球ってのを飛び出しますからそのまま置いてくださいピンの方向に向ける必要は全くないですそのままそれで球の位置はかかと線上を入れも前の方前の方でも大丈夫ですダフっても必ず開いてる分必ず滑っていきますそれを信じてあとは距離感ですね 自分だったら三十ヤード、三十ヤードをしっかりと振って,いってあげる、はい。で、上げる条件はあくまでも目線です。ここです。これだけでも十分です。あと58。五十八、五十六はピンの方向に向けなくていいです。そのまま置いたまま、え、これじゃあ、十メートルぐらい右行っちゃうよ。 フェースの通りには行かないクラブなんです。必ずボールの下をくぐっていくとあのこう擦り上がっている道具ですから、振っていく方向、振っていく方向に溜まってのは飛び出していきます。あとは距離感だけなんです。はい、それを信じてやってみてください。はい、まず構え方に特徴があります。ここは,はい。番手何番でか。あ、えっと58度58度。ははい。特に目線だけには注意を払ってください。はい 上手ス。い目線がすごく大事だなってことは、はい、目線がバックスイングをあのいろいろ操作し,しますので目線がちゃんとすれば頭の位置っていうのが決まってきますからうん、うん、あとはもう距離感上げる分だけどうしてもその距離感っていうのがなかなか出てこないんですね、うん、だからインパクトもそうですけどある程度大胆に行かないといけないんですね、うん、そこが一番難しいところですね。 なんかハーフトップが多い人はその大胆ができないんです、OK、もっと大きくてもいいです58、60度使っている方は特にそうですけどバックスイングは大きい方大きくすることがすごく大事ですうまいうん、<laughs> ナイスはい、そうですね。だから上げるということはやっぱりバックスイングにすごい勇気を持つことが大事になってきます